サイドを変えます中田。奈良橋に近づいていった洗い場です、うん、そして裏へ抜けて出た。オフサイドありません。鈴木が中で待っている。柳沢のクロスは切り返して自分でシュートに行った。入っていないのか、これは入っていないのか。いやー、微妙な回転をしてバーの内側を叩いたようにも見えましたが、レフリールージュンさんの声はなし。パスに行かずにシュートしましたね。そうですね、これ奈良市からね、オフサイドギリのボールでしたけどね、なんか久しぶりにこうシュートの意識を見たっていう感じですね。戦いが一つ焦点でもありますが、逆サイドの方は少し地味ではありますが、非常にその持久力のある2人が戦う、うん、さあ長いボールだ、ありますよ、この辺ですね、小笠原のシュートですよ。もうハーフライン近くからですね、狙ってますよね。よくキーパーの位置を見てますね。こういう続き危なかったですよ。よく対応しました。日差しは関係ありましたか？いや、これは関係ないですね。最初のポジションが悪かったですよね。山本さん、はい、今ゴールキーパーはですね、ベンチから呼ばれて、ええ、ラインに対して指示を出せっていうことを聞いてたところだったんですよ。ああ、そうですか。早野監督ちょっと行けませんね。肝を冷やしたのは早野監督か。うん、うっとヘディングシュートは柳沢。いやー、下がりながらのヘディングですけどね、ちょっとあのガンバのディフェンス陣ちょっと集中力欠いてましたね。こうフリーでやらしますね。これで2つ目。下がりながら、まあ、マークはついていこうとしましたが、中田です。柳沢いい感じで滑り出てきました。今度はクロスボールを狙っていった。遅れて入ってきた小笠原でしたが、小笠原へ前に入っていった。そこへ出せなかった。密集の中入ってくる柳沢。いやー、今日は積極的ですね。実は試合の前に木村さんにこの柳沢の評価をちょっと伺ったんですが、まあ、そのボールを受けて止めるところまでという話を木村さんちょっとされましたけど、また少しイメージが変わりつつありますか？いやー、今日に限ってはですね、シュートの意識は高いですね。小笠原がドリブルで入っていく、抜けてくる、シュートが来た。よく手に当てました。入ってもおかしくないようなタイミングでしたが、これね、小笠原はこうリズム作っていくんですね。これでまたワンツー来ると思うところシュートですね。この反応はどうですか、キーパーの。いや、あのいいと思いますね。あの触ってると思ったんですけどね、ここ早かったですね。選手がヘディングが強いとは限らないんですが、また柳沢です。ディフェンスが4人戻ってきた。後ろからミドルシュートが来る。鹿島アントラーズ選手点。最後ね、ダンブリーに当たったと思うんですよ。コースが変わって鈴木のゴールですが、まあ、その前に柳沢いい仕事しましたね。柳沢が結局相手の様子を見て、こうですね、落ち着いて、これいいボールでしたね。でこのシュートも思い切りが良かった分ね、ダンブリー当たって入ったんですけどね。ダンブリーがいなければ鈴木が反応していましたので、このボールは対応した可能性が十分にありますが、結果丸く。また鈴木です。鈴木の左足はよく見ていましたが、洗い場がカバーに入っていた。まあ、引っ張られながらもですね、やはり強いですね。もういいボールですよ。スルーしてビスマルクだ。いやー、いいプレーでしたけどね。失敗しているように見えて仕方がないんですが、まあ、なかなかいいボール入っていってないですからね。
裏を狙ってきた、柳沢が出てきた、ワントラップした、周りを見た、鈴木に送る、鈴木抜けてくる、宮本体を入れました。まあ今悔しがってますけどね、この辺ですよ、これが課題ですよ。空いた時にやはりゴールするっていうね、本当にそこまでの動きっていうのは本当に素晴らしいプレーなんですけどね。画面でこのご覧いただいた時には柳沢がオフサイドでないかと思われるかもしれませんが、いいボールですよ。また柳沢出てきた、シュート打ってきた、鹿島アントラーズ2対0。今のその動き、そしてねシュートのタイミング、本当に素晴らしいプレーでしたよね。まあ、これでね、あの柳沢自身もこう盛り上がりますし、特にチームに与える影響っていうのは大きいですよね。ここねパスのいいタイミングですね。そして受けて背負いながらですね、このタイミングですね。最近でね、あの得点シーンの中で、あのほとんどっていうほどその股抜きっていうんですかね、そこからのシュートっていうの増えましたよね。おに入ってきます。アライバだ、アライバのシュートを置く、アライバの見事な思い切ったシュート。鈴木に先手取られてますよね。アライバ、また山口が上がってくる、アライバが自分で来る、倒された、フリーキックになった。小さく出してきた、後ろから柳本ヒットしやがったが、最後は最後はアライバですね。アライバで1点取った、2対1としたガンバ。